はい、どうも皆さんこんにちは、闇盲信です。今回で第3弾ですね、この企画。今日は仮想通貨界を震撼させたクワドリガ事件についてやっていきたいと思います。カナダの最大手だったクワドリガ取引所っていう仮想通貨取引所が2019年に破産しているんですが、破産の理由、それは CEO の謎すぎる休止によるものなんです。どうも顧客資金を入れていたウォレットの鍵、パスをですね、この CEO 一人で管理していたそうで、その人が亡くなってしまったら、もちろんそのウォレットへのアクセスってできなくなっちゃいますよね。これで顧客資金が凍結されたまんま破産したんですが、実はこの事件、数々の闇が隠れていて、この CEO 病気で死んだのか、それとも殺されたのか、はたまた本当は死んでないのか。当時いろんな記事が出まくって、ネットフリックスの特番にもなったんですね。この事件の闇に今日は迫っていきたいと思います。クワドリガ取引所創業者のジェラルド・コットンは1988年5月11日にオンタリオ州ベルビルで生まれました。トロントのヨーク大学のシュリッチビジネススクールに通い、2010年にヨーク大学を経営学士で卒業しています。大学卒業後はトロントでビットコインについて学び、その後コロンビア州のバンクーバーに渡りました。そこで出会ったマイケル・パトリンという人物とともに2013年の11月クワドリガ取引所を設立しています。このマイケル・パトリンという人物、ぜひ覚えておいてください。当時の暗号資産取引はもちろんまだまだ普及していなくて、2014年にクワドリガで交換されたビットコインは740万カナダドル相当のみだったそうです。2014年当時のインタビューで CEO のコットンは、同社は顧客の資金を貸金庫のペーパーウォレットに保管していると説明しています。ペーパーウォレットとは仮想通貨を保管するアドレスの秘密鍵を紙に書いて、それを保管しておく方法のことを指します。ペーパーウォレットはインターネット上に接続されてないコールドウォレットのため、ハッキングも不可能であり、数ある仮想通貨の保管方法の中でも最も安全な方法だと言われています。CEO 曰く、私たちはお金をそこに送るだけで、お金を入れるたびに銀行に戻る必要はないんです。私たちはただビットコインアプリからそれらのペーパーウォレットに直接お金を送り、安全に保管するだけです、と当時語っています。その後クワドリガは資金調達を行い、カナダ証券取引所 CSE への上場を試みました。当社は85万カナダドルを調達することに成功していたんですが、2016年初頭に証券取引所への上場計画をキャンセルしています。キャンセルした理由は不明なんですが、おそらくまだまだね、その当時仮想通貨の取引って盛んじゃなかったので、収益もあまり安定してなかったんじゃないかなと思います。ただこの後闇を暴いていく中で、あ、それもそういうことだったんかなっていうふうに思うんですけどね。実際クワドリガはバンクーバーとトロントにオフィスを構え、4人の従業員を抱えていたんですが、2015年6月までに資金が尽き、2016年にはコットン以外の取締役が全員辞任したそうです。当時は数人の契約社員以外、従業員、オフィス、銀行口座と全てを失ったと伝えられています。2017年、ビットコインは約1000ドルから2万ドルまで価格が上昇する、いわゆる仮想通貨バブルが発生していました。それまでなんとか命をつないできたクワドリガでは、約12億カナダドル相当のビットコインが交換され、大きな収入を発生させていたようです。ただ外部の決済処理業者に依存して、適切な会計システムを構築できてなかったようなんですね。それが原因でキャッシュフローの問題を引き起こしたとされています。またバブル前の2017年6月にはクワドリガはスマートコントラクトのエラーによって1400万ドル相当のイーサリアムを損失したことを発表しました。バブルが終わった2018年は厳しい下落相場となりました。取引所のユーザーはドルを引き出そうと押し寄せたため、出金に大きな遅延が発生したそうです。それによりクワドリガの資金管理企業が保有していた2800万カナダドルは2018年1月にカナダ帝国商業銀行 CIBC によって凍結されてしまいます。この頃から、自分の資産が出金できませんっていう苦情が相次いでいたようで、クワドリガは当局からね、その問題についてたびたび指摘を受けていたそうなんですね。その矢先に事件は起こります。
ジェラルド・コットンの急死。コットンの妻であるジェニファー・ロバートソンによると、2018年12月、夫婦でインドへ旅行に行ったそうです。インドのラジャスタン州の州都であるジャイプルに着陸して間もなく、コットンは肺血小性ショック、先行、腹膜炎、腸閉塞を発症。病院に運ばれました。彼は病院で一晩過ごしましたが、状態はますます悪化していき、その夜、妻に看取られたまま、腸の先行により死亡しました。享年30歳でした。12月の10日、地元の自治体から死亡診断書が発行され、また警察から遺体をノバスコシア州に戻すためのノーオブジェクションサーティフィケート、いわゆる異議なし証明書が発行されました。クアドリガでは CEO が一人で暗号キーを管理していたために、コットンの死亡によって暗号キーが喪失状態になり、160億円相当の仮想通貨にアクセスできなくなったそうです。それはつまり顧客から預かっていた資金を返金できなくなってしまったことを意味します。そのためクアドリガは2019年2月の1日、地元の裁判所に事実上の破産申請を行いました。大口のユーザーの一人だったトンズー氏は後に自身の経験を語っています。僕は貴重な財産だった40万ドル以上にアクセスできなくなった。僕はクアドリガ取引所を通じて仮想通貨をカナダへ送金しようとしていた。クアドリガは当時歴史のある取引所の一つだった。そのためクアドリガを使うことが安全かつ最新の送金方法だと考えていた。自分のお金を引き出すことができなくなった時、事態を信じられなかったと。なんか最近起きた FTX の事件とやっぱり似てますよね。これこそまさにサトシ・ナカモトが言っていた信頼ベースモデルの欠陥です。まあ、ここまでを聞くと、まあ、クアドリガ大変なことがある中で CEO が死んで、 CEO のね、死を悼むとともに、まあ、資金管理はちゃんとしないといけないねっていう問題、まあ、非常に大きな問題なんですけど、そこまで闇って深くなさそうですよね。ただこの事件、 CEO の死後、次々と不可解な事実が浮かび上がってきたんです。コットン氏は暗号キーでロックのかかるノートパソコンで全ての業務を行っていたとのことでした。CEO の死後、専門家が起用され、パソコンのロックの解除が試みたそうなんですが、失敗に終わっています。その後もコットン氏のパソコンは裁判所が管財人として選任した企業、アーンスト&ヤング、E&Y に引き渡され、調査が継続されました。すると、とんでもないことが分かったんです。その後の捜査でアクセス不能になったと発表されていた160億円分の仮想通貨のうち、かなりの部分が別のウォレットに送金されていたことが分かったんです。どこにいくら送られたかなど、この送金についての詳細は全く分かりませんでしたが、コットンはクアドリガ取引所から取得した暗号資産の一部を使用し、いわゆる草コインのマージン取引、まあ、レバレッジ取引をした可能性が高いということが判明したんです。また事態を重く見たカナダのオンタリオ州証券委員会も調査を開始。するとクアドリガは開業以来、大量の仮想通貨を他の取引所、それも世界中のいろんな取引所に送っていたっていうことが分かったんです。またコットンの死は死後1ヶ月もの間公にされず隠され続け、その間もクアドリガは預金を受け入れており、逆に資金を引き出すことはできなかったっていうことを継続していたそうなんですね。E&Y は捜査の結果、クアドリガの資産はクアドリガ外部で何かしらに使われていた可能性があると結論付け、顧客の資産の乱用を指摘しました。何やら黒い闇が隠れていそうですよね。一つ前の動画で北朝鮮がね、盗んだ暗号資産を世界各国に送って、そこで換金しているみたいなね、お話をしましたけど、まあ、そういったマネーロンダリングの疑いもちょっと出てきますよね。そうなってくると犯罪組織やマフィアが関わっている可能性も出てきます。その後の関係者への聞き取り調査が行われた結果、クアドリが創設時に創業者と名乗っていた人物は実はコットン氏ではないという驚きの事実が判明しました。創業当初、創業者だと名乗っていたとある人物は、コットン氏と行動を共にしていたようなんですが、二人の間には明らかな上下関係があったというふうに証言が得られています。ここからまたさらに衝撃的な展開を迎えます。その創業者と名乗っていたある人物は過去に犯罪歴がありました。シャドークルーという個人情報窃盗集団の一員で、クレジットカードなどの個人情報を売買したり、マネーロンダリングに関与していた罪で連邦刑務所で18ヶ月間服役していたことが分かったんです。それだけではなく、強盗と窃盗の容疑でも有罪判決となり、カナダに強制送還されていた事実も判明したんです。この人物の名前、マイケル・パトリン、クアドリガの共同創設者です。
まあ、マイケル・パトリンはこの話の序盤で言ったコットン氏と一緒にクアドリガを創設した人物ですよね。その創業者仲間だったパトリンは実は犯罪歴があったんです。こうなると世間はこのパトリンという人物に注目が集まるわけですね。コットン氏はこのパトリンに騙されてうまく操られて悪事を働かされたんじゃないかと、捜査関係者はこのパトリンに連絡を取ろうとしましたが、2016年にこのパトリンはクアドリガ取引所を離れているんですね。もちろん連絡を取ろうとしましたが、宛先はなく音沙汰もなく、そしてどこにいるのかさえ不明でした。ただ捜査関係者はこのパトリンが重要な事実を握っているに違いないと考え、この男の過去の犯罪歴、経歴とか、まあ、生い立ちとかも全て含め、徹底的に調査を開始しました。調査は進み、このパトリンはトークゴールドという投資詐欺サイトで投資詐欺を行っていたことが分かりました。実際に数件の詐欺を行っていたとされているのですが、その中で彼の相棒的な存在だったセプターと名乗る人物にたどり着きます。捜査を進めていくと、このセプターも同じくトークゴールドというサイトで少なくとも2件の投資詐欺を行っていたことが分かりました。彼らにより投資家たちの多くがお金を失ったそうです。彼は S&S インベストメントっていう偽会社にお金を集め、ある日突然サイトを閉鎖、まあ、そういった手法でお金を稼いでいたと言われています。このセプターを調べるとパトリンとの何かしらのつながりをつかめるかもしれない、そう考えた当局は必死になってセプターの正体を追ったそうです。その結果重要な証拠を入手しました。それはセプターが個人的に物品を発注した時の発注書でした。関係者は胸を躍らせました。この人物を特定できればパトリンの居場所を突き止められるかもしれないと。いや、この注文書を手に入れられたって結構すごいですよね。どうも捜査関係者はセプターが所属していたハッカーチームみたいなのがあって、サッカーチームじゃないですよ、ハッカーチームで、そのハッカーチームに直接こう連絡を取ってコミュニケーションを取っているうちに、とある人物がその注文書を提供してくれたそうなんですね。この注文書に書かれている名前こそがこのセプターの本名だということですね。それがまた超衝撃なんです。注文書に記されていたセプターの本名、それはジェラルド・コットン、クアドリガ取引所の CEO でした。コットン氏は過去パトリンと共謀して投資詐欺をやっていたっていうことが分かりました。犯罪歴はパトリンだけではなくコットンにもあったんです。見た目は無邪気で可愛らしいコットンはかなり闇深い人物だということが分かりました。調べていくと彼は14歳から投資詐欺を始め大きなお金を稼いでいたそうです。その後この犯罪者同士が意気投合して立ち上げた取引所、それがクアドリガ取引所だったんです。後にオンタリオ州証券委員会はコットン氏が実質的にいわゆるネズミ講を運営していたと、いわゆる詐欺取引所であったと結論付けました。こうなってくると債権者たちはこう思うわけですね。コットン氏は死を偽装したんじゃないかと、死んだと見せかけて顧客の資産を奪って逃げたんじゃないかというふうに考えたんですね。実際会社にお金を入金させて、その後突如として全てがぶっ飛びお金は返ってこない、これは彼が投資詐欺をやっていた時の常套手段でした。彼はお金を集めるだけ集めて死を偽装し、どこかで優雅な生活を送っているんじゃないかと。それから彼の死について調査が進んでいくんですが、その中で不可解な点がたくさん出てきたんです。一つ目はコットン氏の持病についてです。コットンは持病としてクローン病を患っていました。クローン病とは日本では指定難病の一つに指定されていて、大腸及び小腸の粘膜に慢性の炎症または潰瘍を引き起こす原因不明の疾患です。結局コットン氏の死因はクローン病による合併症により死亡したとされていましたが、医師などの関係者はこれは一般的に致命的にはならないと指摘していました。当時クローン病による死亡率は 3% だったそうです。また死後コットン氏はインドで防腐処置を受けカナダに移送、同年12月中旬に埋葬されたと伝えられました。しかし後にアメリカ大手の仮想通貨メディアコインデスクはインドの病院から取得したコットン氏の死亡証明書は名前の綴りに誤りがあると伝えました。公式な死亡証明書の名前に誤りがあることなんてあるんですかね。またコットン氏を診察した医師も、まあ実際の死因はわからないとか、その周辺環境何が起こったかも正直わからないみたいなことを発言して懸念が増大したりしました。またこの死亡証明書なんですが、海外のいわゆる闇経済の中では意外と需要があって、数百万ドル払えば死亡証明書はどうにでもなるっていう話もあるようで、ますます疑念の声が上がりました。
またレディットっていう海外のまあ2チャンネル的な掲示板があるんですが、コットン氏が死んだ後、コットン氏のスカイプアカウントのカメラは起動していた、そして死亡した後もログイン履歴が残っていたとの情報が拡散しました。とても死んだとは思えないと、死を偽装したんじゃないかっていう声が世界中で巻き起こったんですね。一方でクワドリガ側の弁護士は、元 CEO がインドで死亡したという事実はカナダの大手メディアグローブ&メール社が徹底調査の上に、結論付けられているということで、反論しているんですね。ただコットン氏の検視自体は行われておらず、仮に死は事実だったとしても死因は謎のままなんですね。したがってもちろんクローン病による合併症が原因の可能性はありますが、それ以外の要因、例えば毒物を摂取したことによるものなど、まあ平たく言うと他殺の可能性も否定できないということですね。実際彼は遺言書を残しているんですが、この遺言書の日付が死亡するわずか2週間前に書かれたものだったんです。妻と旅行に行く直前に遺言書を書く、まあ何かタイミングがあったのかもしれませんけど、ちょっとそこにも闇があるんじゃないかって疑ってしまいますよね。その遺言書にはこう書かれていました。不動産を含む全ての僕の資産は妻ジェニファーに、と。掲示板レディットに現れた匿名のクワドリガ内部関係者と名乗る人物がこんな投稿をしています。コットンの妻ジェニファーは夫の死後、友人とのパーティーで歌い踊り狂っていた。葬儀の時も食事の話ばかりしていたと。さすがにストーリーができすぎてないかっていうことで、債権者の中で話題が沸騰したんですね。これにより疑いの目は徐々にコットンの妻ジェニファーに向けられていきました。もう展開が忙しすぎて目まぐるしすぎますよね。ここから妻のジェニファーに対する調査が行われていくんですが、皆さんこの後どうなったと思いますか？そう、また衝撃的な事実が次々と浮かび上がってきたんですね。調べていくと、彼女はここ2、3年の期間のうちに名前を3回も改名していたことが分かったんです。2回目の名前はフォージュロン。名前を変えた理由は当時の夫との離婚でした。カナダでは過去にマイケル・フォージュロンという人物が殺害されていた事件があり、未解決事件として捜査は混迷を極めていました。ジェニファーがフォージュロンからロバートソンに名前を変更したのはこの事件が発生した後でした。債権者コミュニティは再び沸きました。ジェニファーは元夫なんじゃないか。そうだとしたら2人連続で夫が亡くなるなんておかしすぎると。ジェニファーがコットン氏を殺しお金を奪ったんだ、彼女を探し出せ。コミュニティは熱気を帯びていました。そしてついには彼女に殺害予告をする人物まで現れました。さすがにここまで行くと怖くなってきますよね。でもここでちょっと冷静に考えてみていただきたいんですけれども、今回の件、ジェニファーが疑われている理由って、過去の未解決事件で亡くなった方とたまたま名前が一緒だった、その後解明したっていうだけであって、この未解決事件の犯人がジェニファーである根拠も全くないし、このジェニファーがコットンを殺したっていう根拠も全くないわけですね。まあ、レディットなどの掲示板でもう非常に債権者たちが過熱しすぎていて、そこでポッと出た噂だったりとか嘘の情報で疑いが先行してしまう、非常に有識事態っちゃ事態なんですけど、まあ、今の時代背景を考えると仕方ないのかもしれません。実際家族の証言により、彼女の前の夫の名前がマイケルではなく、今も幸せに生きているという事実が分かりました。そして名前を3回変更したことも、離婚など正当な理由で改名していたということが分かりました。とんでもない話ほど人は信じやすい、過熱している状況ならなおさらです。クリプト投資家である我々もやっぱりここはですね、肝に銘じておきたいですよね。彼女は後のインタビューで全てを話すとの前提でこのように語っています。私は夫ジェラルド・コットンの大掛かりな詐欺を全く知りませんでした。キラキラしたライフスタイルが自分たちのものではないお金で賄われていたことを知りませんでした。夫の会社クワドリガ暗号通貨取引所が合法的なビジネスだと信じていました。今はただ恥じるばかりです。疑いの目をかけられた彼女は自殺未遂まで起こしました。債権者コミュニティはなかなか事実が明るみに出ないことに苛立ちを覚え、いろんなところに疑いをかけていったこの事件。ただ自分がもし資金を失った側だったとしたら、もしかするとそういう思いになったかもしれませんよね。ただそれにより人の人生が狂ってしまう場合もあると、そういった点はしっかり気に留めておきたいところですよね。その後オンタリオ州証券取引委員会の調査の結果、事件の全貌が明らかになりました。クワドリガ取引所はそもそもポンジスキームでした。最初はユーザーごとに個別に対応しており、取引所に仮想通貨をまず入金させる、
ユーザーのアカウントに表示されるのは架空の残高、ユーザーから預かった仮想通貨は海外取引所に送金、それを法定通貨に換金し、ヨット、飛行機、家、開発予定の海上のプライベートアイランド、ボートなどで豪遊しながらカジノに100億円以上を突っ込む。最初は入金者も多かったので顧客からの出金にも対応することができていたそうなんですが、ポンジスキームの一番の弱点っていうのは参加者が減る、要は入金者が減るということですよね。時は2018年、仮想通貨は冬の時代に突入。参加者は極端に減る中、出金を求める申請が多数来てしまいます。これでこのポンジスキームは行き詰まり、クワドリガは崩壊。これが事件の全貌でした。オンタリオ証券取引委員会はコットン氏が全て画策したということを結論付けました。この事件では、最初からね、不可解なことがたくさんあって、いろんな陰謀説を巻き起こす本当に一大事件となりました。さすがに今の時代こんなことないだろうって思っていた矢先に起こったのが先日の FTX の事件ですよね。仮想通貨を触っていく上でこういった黒い歴史があるということをね、しっかり認知するっていうことは今後の自分たちの投資詐欺からの回避にね、つながっていくんじゃないかと思います。いや、本当にたくさんのドラマがあったこのクワドリガ事件なんですが、皆さんはこれを見てどのように感じましたでしょうか。ぜひ皆さんのコメントをたくさんお待ちしております。それではどうもご視聴ありがとうございました。